こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、その冬服、ひょっとしたら古いかもというテーマでお届けをしたいなと思っています。まあそれにしても時間が流れるのってめちゃくちゃ早いですよね。まあ僕もですね、20代後半でスタイリストとして独立したんですが、その頃はどこの現場に行っても僕は最年少で、もっと早くですね、年を重ねたいな、貫禄出したいなって思ってたんですけども、気づけば独立してからですね、かなりの年数が経ってしまっていて、まあ、仕事でいろんな現場に行っても僕が最年長っていうことがですね少なくなくなってるんですね。まあ気づかぬうちにですね年を重ねるものだなと改めて実感してるわけなんですが、まあ多くの方がまあ若い頃の感覚そのままでですねファッションも着てしまっているということ少なくないかなと思うんですね。まあかつて似合っていたものを今でも着ているという方いらっしゃると思うんですが、ただやっぱり先ほどもお伝えした通り僕たちは確実に年を重ねているので、まあそれがですね今の自分に似合わなかったりだとか、あとは今の時代のこうトレンドだとか空気感と合わなくなったりだとか、そういったことって結構少なくないんですね。その結果今着てる服が古臭くなってるんだけども、周りからはなかなかですね日本人優しいですし気遣いなので指摘ってしづらいかなと思うんですね。ですので今回は具体的にまあこういった冬服持っていたとしたらちょっと古いかもしれないので買い替えの必要があるかもしれませんよというところで、具体的に5つのアイテムをご紹介したいなと思っていますので、まあ、ぜひ皆さんもですね、あこういったもの持ってないかなとかクローゼットにないかなというところを振り返りながら見ていただいて、もし持っていたらこの機会に断捨離をしてまた新たなものにですねアップデートするといいのかなと思いますので、ちゃんと NG だけではなくて OK アイテムも含めてセットで皆さんにお伝えしたいなと思いますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの今日なるべくわかりやすく解説をしたいなと思っていますので、まだの方はチャンネル登録そしてグッドボタンの方もですねぜひよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからは具体的にですね僕たち大人世代が持ってると古臭く見えがちなアイテムをですね皆さんに具体的にお伝えをしていきたいなと思っています。皆さんもですね身に覚えがあるものも少なくないかなと思うんですが、まずは冬のですね主役級のアイテムであるコートから行ってみたいと思います。まあ、今回もイラスト用意してますのでこちらを見ていただきたいなと思うんですが、まあ、懐かしいですね。僕もこのようなですね丈が短くて襟元が丸みのあるものですね。そしてこの首の部分にはベルトがついていて、特徴的なのはボタンですね。いわゆるこうくるみボタンと呼ばれるようなブラウン系のですね丸みがあってちょっと可愛らしいボタンがついているような、こういったメルトンのアウターってですね一時すごく流行ったんですね。僕もですね多分20代の頃にこういったものをですねセレクトショップで購入をしてすごく気に入ってきていた覚えがあります。まあ確かにこれすごく流行ったアイテムなんですが、まあ今でもですねこういったものをたまに着てる方いらっしゃいますが、丈の短いアウターというのはちょっと僕ら世代には注意が必要かなと思います。まあポイントとなるのは後ろから見た時のバランスなんですね。アウターを着た時にお尻が丸々見えてしまうとかなりカジュアルに見えるんですが、これお尻がですねしっかりと隠れるぐらいの長さがあると大人っぽく上品な雰囲気が漂うんですね。でこちらのようなメルトン地のですねくるみボタンのアウターは丈短めでちょっと子供っぽい要素がいろいろとあるんですね。まあくるみボタンも可愛くて当時は良かったんですが、まあ僕ら大人世代は着るとちょっとアンバランスになりがちなので、まあ、このような丈の短いコートですね。あとよくあるのは短めの丈のピーコートですね。このあたりも結構トレンドアウトしていますし、ちょっと今の僕たちの年齢とは合いづらいかなと思うので、まあ、注意が必要かなと思います。このようなアイテムというのは正直ここ数年リリースされているようなものではないんですね。まあ、少なく見積もってももう6、7年以上前のものだと思うんですね。最近はなかなかですね新規で出るようなアイテムではなくて、このようなアイテムというのはやはりですねトレンド感ともちょっとギャップがありますし、年齢とも相性が良くないので、まあ、手放した方がいいんじゃないのかなと思います。ただ丈の短いアウターって確かに便利なんですよね。長いですねロング丈のコートだと足さばきは悪いし脱いだ時にかさばるし、やっぱりいまいち好きじゃないんだよなという方もいらっしゃるかなと思うんですね。まあ、そういう場合は、まあ、こういったアイテムに転換してもらいたいなと思ってるんですが、先日もご紹介しましたグリーンレベルさんとコラボレーション
ーションで作っているカバーオールですね。まさに今の時代にアップデートするのであれば、これぐらいのアイテムがバッチリハマると思います。丈の長さは先ほどもお伝えした通り、お尻が隠れるぐらいの長さがあるんですね。なのでデザインはカジュアルなんだけども、適度に大人っぽさがあるというところですね。ここは大きく違うポイントかなと思います。あとはデザイン性ですね。カバーオールというですね、ワークテイストのアイテムをベースにしながらも、生地がメルトン地になっているので、上品というところで、丈短いんですが、そこまでですね、カジュアルに見えすぎないというところがバランス的に非常に優れているので、今、丈短い系のアウターを買うのであれば、お尻がギリギリ隠れるぐらいのこういったウール系のカバーオールが一番使いやすいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。はい、続いて2点目もですね、冬の主役級のアウター行ってみたいなと思うんですが、ダウンなんですけども、生地感がですね、テカテカの光沢感があって、ダウンのステッチがしっかりめにあると。そして、ブランドのロゴが割とですね、しっかりめに主張しているようなダウンっていうのは、ちょっと危険かなと思います。まあ、ダウンもですね、まあ、ベーシックで使いやすいアイテムなんですけども、年々緩やかにですね、トレンドが移り変わっているんですね。まあ、先日の動画の中でもお伝えしましたが、まあ、最近のダウンというのは、素材感としてはですね、光沢感があるよりも、ちょっとマットな質感のものが増えてきているんですね。そしてダウンのステッチというものも結構最近は目立たないようにシームレスなものが増えてきているので、まあこういったディティールのものというのはちょっと注意が必要になってくるかなと思います。あとはですね、ブランドのロゴですね。やはり僕ら世代だと憧れのダウンブランドっていくつかあるかなと思うんですね。まあご迷惑をおかけしてはいけないので具体的なブランド名は言わないですが、まあ魅力的なダウンの有名なブランドがあります。そういったブランドでも昔はロゴがドーンと出てるものが多かったりしたんですね。まあ、最近は意外とですね、ロゴをですね、なるべく分かりづらくですね、上品にまとめたりすることも多くなってきたんですが、まあ、かつてのダウンはやっぱりロゴが主張しているようなものも多かったですし、光沢感があるようなものも多かったんですね。まあ、このようなものがちょっと今はトレンドとの相性はあんまり良くないですし、ちょっと場合によっては安っぽく見える場合もあったりするんですね。まあ、光沢感っていうのは良い意味で言うと高級感があっていいんですが、このようなダウンって今新しくリリースされているかというとそんなに多くはないかなと思うんですね。まあ、これまたもう7、8年前とかちょっと前の時代にですね流行したようなアイテムなので、そういったものを大切に大切に、特にブランドものだとやっぱりロゴがついてるので気分も上がりますし、まあ、このブランド着てるんだぞという自信みたいなものも出てくるのは間違いないかなと思うので、その結果なかなか買い替えられずに今でも着てるという方少なくないかなと思うんですが、今の時代にあったようなダウンに着替えた方が、まあ、まず間違いなく素敵には見えやすいかなと思うので、まあこれを機会にですね、メルカリに出すだとか、まあ中古で売るにしてもブランドネームがついていれば一定の値段もつく可能性もあるので、まあ検討していただくのもいいんじゃないのかなと思っています。もし大人っぽいダウンを選ぶのであれば、こちらのようなですね、まあステッチはちゃんと入ってるんですけども、素材感がウール調に見えて大人っぽくて上品なものですね。光沢感も、まあ、派手な光沢ではなくて、ウール調の柔らかい自然な光沢感ですね。こういったものを選んだ方が、はるかにですね、今っぽく上品に見えるので、まあ、こういったものの方がおすすめかなと思うので、ぜひですね、ちょっと光沢感のあるダウンを持っている場合は、これを機会にですね、買い替えを検討してみるのもいいんじゃないのかなと思っています。はい、続いて3点目のアイテムなんですが、ニットですね。僕の動画の中でも、大人の男性の秋冬のトップスは、ニットがまずは鉄板なので、持っておくべしということをですね、お伝えしているかなと思うんですが、まあ昔からニットというものは、バリエーションいろいろとありまして、まあちょっと前にはですね、こちらのような V ネックで、なおかつタイトで、ボーダー柄が入ってるんですけども、ボーダーの柄もちょっとこう太めで、強めの柄になってるものですね。まあこういったものが流行ったことがあったりしまして、まあ今でも着てる方時々見るんですが、これはちょっと難しいかなと思っています。いろいろと古臭く見えるような要素があるんですが、まずは襟元の V ネックですね。ニットの襟元のデザインとしましては、大きく分けるとこちらのような V ネックと、あとは丸首2つあるんですが、まあかつては V ネックがもうめちゃくちゃ強かったんですね。僕も20代の頃は結構 V ネックしか着なかったです。丸首なんてもう全く興味がなくて、
もう一択だったんですが、それがですね、年々丸首の方が強くなってきていて、今はどういうパワーバランスかというと、まあ、圧倒的に丸首の方が、まあ、ベーシックかつ安定して売れてるようなモデルになってまして、まあ、かつての V ネックみたいなものは、だいぶ下火になってるかなと思います。まあ、一方で V ネックであっても、ある条件を満たせば、まあ、トレンド感もあって、良いアイテムになるんですけども、まずはタイトめの V ネックというのは、ちょっと今の時代には合いづらいので、手放す対象になってくるかなと思います。あとはニットのサイズ感ですね。かつてはニットの着方としては、なるべくタイトに、スマートにですね、着るというのが、まあ一つのですね、セオリーとしてありました。僕自身も本当に V ネックの激細のニットなんか着てる時期も昔はありましたが、まあ今はそういった着方っていうのはあんまりしないんですね。まあ適度にゆとりがあって、体のラインを拾わないようなニットですね。生地も薄手のですね、細身のニットというものが流行っていたんですが、今は中肉厚ぐらいのものの方が、まあトレンド感があって、まあ、よりですね自然な見た目になるかなと思います。そしてボーダー柄に関してもやっぱりこう太めのものっていうのはカジュアル度がかなり強くなってくるので大人の男性には似合いづらいです。もしボーダーのニットを選ぶのであれば丸首であること、身幅に関してはジャストよりも少しゆったりめにしてあるということ、そしてボーダーの柄自体もそこまで強めじゃなくてボーダーのピッチもそんなに太くないようなネイビーとホワイトの2色で構成されたようなものですね。まあ、こういったものを選んでいただければまず間違いがないかなと思います。ですので皆さんのクローゼットの中にタイトなニットですね、タイトで薄手で V ネック、これはですね無地であっても今なかなか使いづらいので、まあ、今回を機にですね手放すのもいいかなと思います。今買うべきニットというのは丸首であること、まあ、V ネックであってもいいんですね。もし V ネックであってもサイズ感少しゆったりめでちょっと生地の感じとしてはざっくり編んであるものがいいかなと思いますね。まあ、具体的にはこちらのようなざっくりめの V ネックニットなんかは今っぽく着れると思いますし、着る際には白 T だとか白のモックネック T シャツの上に重ねるというのがバランスがいいかなと思います。肌を決してこう露出させるような着こなしというのは今ちょっとなかなかですね旬な着こなしにはなりづらいかなと思うので、肌の露出度は抑えた方がいいかなと思います。まあ、このような形でぜひ皆さんニットもですね今の時代にアップデートしていただくといいんじゃないのかなと思っています。はい、続いて4点目のアイテムなんですが、まあ、シャツ行ってみたいなと思います。まあ、シャツといえば、まあ、冬に限らず通年で使えるようなベーシックなアイテムかなと思うんですが、その中でもちょっとこれ古臭く見える可能性があるなと思って最近感じているのがこちらのような銀ガムチェックのシャツですね。まあ、チェック柄自体は今季も旬なアイテムとして結構おしゃれな人は着ていたりするんですが、意外とですねかつて流行った銀ガムチェックですね、チェックの中でも2色使いで細かなもの割と上品に見えるので個人的にも結構好きだったんですが、まあ、最近はですねあまり着る機会が多くはないかなと思っています。まあ、それよりももうちょっと大胆な大きめのチェックなんだけどもやぼったく見えないような同色系でまとめてあるようなチェックだとか、そういったものに関してはおしゃれ中上級者の方にはおすすめできますが、まあ、チェック柄自体が結構難しくて、その中でも銀ガムチェックシャツだと品よくまとまるんだけどもやや古く感じるかなと個人的には感じています。まあ、特にサイズ感ですね、これまたジャストサイズで外出ししながらですねベージュのチノパンと銀ガムチェックのシャツを合わせるみたいな組み合わせは昔はですねなんとなく清潔感があったりだとか小綺麗さもあって良かったんですが、やや前時代的な感じがするので、まあ、ちょっと注意が必要かなと思います。今トレンド感のあるチェックシャツというのもジャストサイズなものっていうのはほとんどなくて少し緩さがあって、なおかつですね古着っぽさを感じるようなチェック柄のシャツなので、まあ、このあたりのサイズ感が変わるだけでもだいぶ印象が変わるというところは頭の片隅に置いていただければなと思っています。僕もかつての本の中で銀ガムチェックのシャツっておすすめしてた時期があるんですね。ですがその本が出てからもう7年ぐらい経っているわけで、やっぱり当時が正解であっても時間が経過することで、まあ、徐々に古臭く感じるということもあったりするので、まあ、定期的なファッションの更新っていうのは改めて大事だなということをですね今実感しているわけなんですが、銀ガムチェックのシャツぜひ皆さんも持っていたら一度着てみてください。タイトじゃないかどうか、サイズ感は今っぽいかどうか、子供っぽく見えないかどうか、このあたりを目安にしながら場合によっては断捨離してみるのもいいかなと思うので、まあ、ぜひチェックしていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目はですねボトムス行ってみたいなと思うんですが、まあ、こちらのようなコーデュロイのパンツですね。
これはですね、僕たち大人世代が着ると結構おじさんっぽくなりますし、場合によっては古臭く見えるので注意が必要かなと思います。ただですね、ここでコーデュロイパンツ結構最近トレンドアイテムじゃないのと思ってる方も少なくないかなと思うんですが、まさにその通りなんですね。まあいろんなブランドからコーデュロイのパンツが出ているんですが、これもですね、やっぱりかつて流行っていたコーデュロイのパンツと今出ているコーデュロイのパンツは全く別物ですよということを考える必要があるということなんですね。まあかつてのコーデュロイパンツというのは、まあサイズ感もジャストサイズで割とですね、綺麗めに見えるようなものが多かったんですね。このようなものは最近はあまりですね、新しくリリースされていなくて、最近トレンドとなっているコーデュロイのボトムスというのは割とですね、シルエットも太めに振ってあって、コーデュロイの腕ですね、これもやや太めになってたりするんですね。まあ現代的なコーデュロイのパンツとしてちゃんとアップデートされているものであれば大人世代が着てもですね、いいんですが、かつてのジャストサイズだとか細身のですね、コーデュロイパンツというのは、まあ、中途半端に見えますし、おじさんっぽく見えやすかったですので注意が必要かなと思います。まあそもそもコーデュロイパンツ自体、僕もですね、いつもギリギリだなと思いながら見てるんですね。特にブラウンだとかベージュのコーデュロイパンツというのは、いかに今っぽいシルエットであってもなかなか難しかったですので、個人的にはオフホワイトだとか爽やかな色合いに振ってしまえば割と使いやすいかなと思うんですね。ですが結構ですね、ブラウンとかベージュの昔ながらのコーデュロイパンツですね、古着っぽくなってるようなクタクタのやつをですね、今でも履いてる方もいらっしゃるかなと思うんですが、それは結構危険度が高いかなと思うので手放した方がいいかなと思います。これはどのお洋服にも言えるんですが、ファッションって流行が回るわけなんですよね。なのでピーコートとかもですね、昔の着丈の短い子供っぽいピーコートから現代的なやや丈が長くて上品なピーコートみたいなものが、まあ、ちょっとこうトレンドになるようなこともあったりするんですが、同じピーコートであってもかつてのものと今のものはもう全く別物なんですね。かつてのものをそのまま今使えるかというとそうでもなかったりするので、サイズ感だとかデザインのバランス、素材の使い方なんかが全く異なっているので、やっぱりそういったものは買い替えていった方が素敵には見えやすいかなと思います。まあ時代を超えられるような本当にですね、質のいいものっていうのも中にはあるんですね。だからこそ最近古着が流行ってるわけなんですが、まあそのように時代を超えられるような名作っていうのは結構少なくて、まあかつてまあそんなに高くないようなお洋服で買ったものが今の時代にもまた使えるかというとなかなか難しかったりするので、これは思い切って手放して今店頭に置いてあるものに変えるというだけでもだいぶですね、アップデートができるかなと思うので、まあぜひ皆さんも改めてチェックしていただきたいなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではその冬服ひょっとしたら古いかもというテーマで、まあ耳の痛い話ではあるかなと思うんですが、まあなるべくマイルドにですね、皆さんに5点お伝えさせていただきました。そういえばもう1点お伝えしたいものがあったということをですね、今気づいたので、まあ最後ちょっと軽く触れたいなと思うんですが、足元のですね、ブーツですね、このあたりも小物の中ではですね、注意が必要かなと思います。まあ僕ら大人世代って結構若い時にですね、ブーツ好きで履いてたと思うんですね。僕もブーツ大好きで、かつてはかなりいろんなものを所有していました。もうそれこそ一番最初はレッドウィングから入って、ナイキのエアチャッカモックなんかもすごい愛用してた時期もありますし、まあいろんなですね、バイカーだとかロックっぽい感じのですね、いかついブーツなんかも履いてた時期もあります。ですが、もう最近ではですね、ブーツなかなか履く機会がなくなりました。今のトレンドの中でブーツというのがなかなかですね、フィットする場面が多くはないんですね。またトレンド並みでブーツがですね、旬になるタイミングはあるかなと思うんですが、まあ、かつて頑張って買ったブーツがですね、今そのまま使えるかというとなかなか難しいかなと思うので、まあ、こういったブーツ系もちょっと無理して取り入れる必要はないかなと思うので、靴に関しては革靴であればモカシン系のシューズだとか、あとはローファーだとか、まあ、このあたりぐらいのバランスが現代のファッションにはハマりやすいかなと思うので、ぜひそちらも頭の片隅に置いていただきたいなと思います。
まあ、このようにかつては僕たち世代にとってもう鉄板でめちゃくちゃおしゃれに感じてたアイテムも今2023年現在では、まあ、ちょっとこう時代の流れ的に合わないというものは少なくないんですね。そのあたりは頭の片隅に置きながら、まあ、自分の着こなしを見直してみるということも決して悪いことではないかなと思います。自分のこだわりがあったりだとか明確なスタイルがあるということも素敵ではあるんですが、まあ、ある程度柔軟性を持ちながら今のトレンドバキバキに取り入れる必要はないんですけども、一部取り入れながら今の雰囲気に合った自分自身にアップデートすることもすごく大事だと思うんですね。というのもかつての40代50代の方よりも今のですね40代僕自身もそうですし40代50代の方って結構若々しいんですね。なので昔のスタイルをそのまま貫き通すのではなくて今の時代のエッセンスもうまく入れながら決して若作りするわけではないけども適度に今っぽさも楽しみながらファッションというものを柔軟に変えていった方がよりですねファッションの楽しみ方としては幅が広がるかなと思うので、よかったら今回の動画ちょっと参考にしていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画ではなかなかお伝えすることができないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランドまたは専門ブランドのアイテムに関しましては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画とそれに加えて週に1本ですねライブ配信もやっていまして、皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかゆっくりと動画を見れない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では動画ではなくて文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を毎日更新をしています。僕も記事を書いていますし僕以外のスタイリスト専門家の人もですね記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽にですね記事アップをすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっています。気になる方はこちらも概要欄の方からぜひチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。